炎上したって。ああ、ありましたね。気合入ったの、ね、あ、教育学部に。土屋家小学部って僕、法学部なんで。ねえ、どうしようって思ったら、呼び乗りさんになった。ストーリーを真似てる教育系 YouTuber めっちゃ増えてる。いや、結構、口限界になりました。結構、倹約よ。本当に、このまま解散するんじゃないかと思います。で始まりましたモジェチャンネルです。今回はですね、さあ再びやってまいりましたハスラボの4人です。はい、よろしくお願いします。いや、1本目終わってですね、あれ使えないですよ、使えないですよ。どうなるんですか。本当に1日で上がっちゃうからすごい、ね、怖がってますけども、ね、さあどうなるのかっていうことなんですが、はい、結局危ない話ばっかりしちゃって皆さんのこと聞けなかったので、そうですね、もうちょっと聞いていこうかなと思いますね。はい、もう何でも答えます。まあ、4対1みたいになってるけど、実は横浜なんじゃなかったでしたっけ、周りの人たち。僕が横浜ですね。あ、そうなんですね。あれ、これね、最近僕も知ったんですけど、はい、なんか僕らのことをまとめサイトみたいな。それじゃやっぱ間違ってるんですね。そう、そうなんです。僕らの3人がなんか横浜つながりで、え、どこ横浜つながりで知り合ったみたいなってるんですけど、横浜は僕しかいないんです。違います。完全なる嘘、もうネット上嘘だらけ。本当に4対1なんだって思ってたから。あ、そうか、森哲先生も横浜だから、あ、ずっと思ってて。全然違いますね。全然違ったって。出身地言えるんですか。ね、あ、出身地は江東区です。東京、東京、めっちゃ狭めた。いや、熊田はちょっと四川、四川省、四川です。どうぞ、中国の春丸。どうだったんですね。じゃあ全然適当な。本当にあのまとめサイトも書いた人もすぐ直してほしいです、ね、これ見て。本当に嘘だらけ。本当収益とかもあれ全然嘘ですからね。あれ、収益の話するんですか、いきなり。いや、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 えぐいな。えぐいな。笹だけ食っとけってないの。笹食ってます。出会いは何だったんですか。横浜じゃないんですね。横浜でも全くないです。いや、これ出会いはざっくり言うと 2,3 年前に会ったのがここなんですよ。お、僕とカナイがあって、まあ、あるなんかインターン先みたいなところで、はいはい、僕が結構当時その本とか書いてたんですよね、はいはい、で彼もなんかそういうの興味あるから言って、まあやろうみたいな感じだったんですけど、当時 YouTube とかもうほぼないわけですよ。ちょっとだけ僕 YouTube やってたんですけど、結構炎上したって。ああ、ありましたね。また炎上の話好きですね。もう行こう。炎上みたいな。いや、もう僕あれですよ。炎上経験してたから、あの直近の炎上はすごいちゃんと対処と言いますか。なるほどなるほど。経験。いや本当に打算的にやったみたいな。聞こえたり。まあここでそうなんですよ。なるほど。出会ってレペゼン地球みたいな感じで、あの話がそんな長いそんな長いなかった。そうです。で、まあこことはですね、2年前ぐらいにちょうど僕の本を見てくれてた、はいはい、それで知り合ったんですけど、実際その本はちゃんとは読んでない。読んでなかったんですか。ちゃんと読んだわけじゃないんですけど、その本を友達に勧められて、そこでスバさんのことを知って、で大学に入ったら、なんとサークルの先輩にいたんですよ。あ、そうなんですよ。なるほど。実際もう辞められてたんですけど、いたっていうことを知って、なるほど、そのつながりでちょっと勧められたの。高校生の時に勧められた。そうです、そうです。トップオフの店員かな。いや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 。これ100円ですよ。安いから。最強の勉強法がじゃなくて、あ、そうだったんですね。そうなんですよ。いや、結構すごいですよ。僕がその5年生の時に1年生だったんです、はいはい、なので僕はもう卒団してたんですけど、はいはい、あ、そうそうそう、応援団でしたっけ。いやいやいや、合唱ですね。どんな間違い方か。合唱、ね、いやけど、わざわざ僕卒団してたのに、はい、2個下の後輩から今の1年生で会ってほしい子がいますって LINE来て、はい、で、なんだと思ったら彼だったんです。いたっていうことを知った時点でもすぐ連絡しなきゃって思いました。積極的。読んでなかったのに。読んでなかった。ちゃんと読んでますから。で、そこで話し合ってしたら教育やりたいんですよ。今けど理系で入ったのに。教育学部に今。あ、そうですよね。だって数学とか動画で、ね、やってますから、ね、やってますからね。それで教育に行ったわけですもんね。そう、本当に教育に熱心があるっつって、もう仲間が本当に桃太郎じゃないですけど。ああ、きびだんご。本だよね。本だよね。で、彼は、はい、それ何だと思います、このつながりだと。いや、知ってるからだ、俺なんてボケようかな。知ってた。いや、だって四川行った時しかないっすよね、もう絶対で。そうなんですよね。あの中国行った時にたまたま動物園で、ね、動物園の連れてきた。モンスターボールで。彼はアドバイスみたいな形で教えてて、はい、
そしたらまあ東大に行ってね落ちちゃったの落ちたっちゃん、はい、落ちちゃった東大に行って落ちちゃった、まあ、東大に行ってね落ちちゃったの落ちちゃったの何回やばいっすよ受験生に向かって落ちちゃった嵐やめてほしい、けどなんかそれこそ本当に大学に入っていや一緒に活動したいですみたいな僕の経験を伝えたいですみたいな感じで実際そんな熱量いや、そんな熱量ではなかった。そんな熱量ではなかった。いやー、ボルナー。ビダーですぐビダーだ。そうですよ。ちなみにどういう感じなんですか？いや、僕的にはやっぱ僕も教育には熱意があったので。おらでも僕の経験を話したいとかじゃなくて、まあ一緒に教育の活動していきたいなと思って参加しようかなと。経験を話したいだったら、ね、分かって TV とか出た方がいい。え大学はまとめサイトでいいんですか？あ大学は中央大学でいいんですよ、ね、はい、大丈夫ですね、あのまとめサイトのままで、そのサイトどこかもう、もうそれが心配で、捨てハゲやないかいみたいなやつ、ね、まあ捨てハゲは小学部ですけど、僕は法学部なんで、レベチだってことですよね、ショートはちょっと違うなって言っておきますね、そういった学歴中たちを連れて、いやけど連れてっていうか、まあ、あの当時 YouTube とかもやってない状況で、はい、ちまちまやってたみたいな感じなんですよ。ちまちま何やるの？いやいやもう本当にだからもうそれこそオンラインで家庭教師を教えるとか、とそれぐらいでがっつりやろうっていう感じなかったんですけど、うん、ただやっぱり僕自身としてはどうしても教育に関しては熱意があるというか、そうですね、まあ、地方の高校生にやっぱ届けたい、うん、それこそ忠呼さんとちょっと似てるところはあるかもしれないですけど、でそこで、ね、どうしようって思ったら呼び乗りさんに会ったんですよ。お、マジで知ってます？いや、知ってます。たまたまなんですよね。ポケモンみたいな感じ、たまたまであれみたいな、俺どうしたの匠みたいな、そんな知ってないたまたまガストにいらっしゃったちょうど当時そのドラゴン堀江っていう番組、あ、はい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 、で2月25っすよ、今でも覚えてる、東大の1日目っすよ、そうですね、で、まあ、DM したらそこで会いましょうみたいな感じになって、渋谷のガストで結構いろいろ話してたんですよ、はいはい、そうなんですよ、でそれぐらい熱やるんなら、うん、YouTube をやった方がいいと、あ彼がアドバイス、そうなんですよ、え YouTube、 ただ正直その医学部って5年生の2月で、うん、それ6年生でもういろいろ忙しいわけですよ、そうですね、実習も国家試験の勉強も、そうそう、だからまあ卒業してからかなって思ってたんですけど、いやけど今しかないみたいな、もうみんなに説得して、うんうん、けど編集とかもやっぱ会場とかもないでしょ、ね、ゼロからスタートでもういろんな人にお願いしていって、そしたらもういいよ、得意の土下座で、いやみんな僕は結構支えられてるなっていうのは、ね、そう、俺結構最初から YouTube 賛成派だったけど、うん、なんか結果化されなかったですよねまあまた美談で、いやいやいや、ちょっと思ってちゃうんですよ、これはサクセスストーリーにどうしてもしたいんですよ、もう美談じゃあ YouTube をやろうってもちろんできるんですよ、できるけど、いや考えてみて、例えば森哲さんみたいなの予備校講師ですと、東進の河合塾のってあった上でやるっていうのいいじゃないですか、僕らって誰みたいな、なるほどな、森哲さんだったらどうします、うん、僕の立場だったらどうやって戦略立ててなんか、いやでも東大医学部ブランドっていうのは全然予備高校生でかいっすよ、ちなみに僕もそうですかね、匠さんをドラゴンホリエで見て僕 YouTube 始めた、おお、だからただ呼びのね生配信で匠さんに来てもらいましたから、うう、確か当時7万人ぐらいだったんですよ、呼びのりさんが、あ、なるほど、7万だった、そんなにだから知名度は知ってる人は知ってるみたいな、なるほど、でその時に知ってたってことですね、でもね、僕はもう知ってます、やっぱりそういう教育に関する人は結構リサーチと言いますか、してたので、知ってて、よしこいつを出しにしよう、いや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 そうですねそうだけどまさか DM 送って帰ってくるとは思いませんでした、あ本当に、だからもう奇跡ですね、うん、ちょうど5月から始めたんですけど、ね、最初の2ヶ月全然伸びなかったんですよ、でもその頃から僕は見てましたけど、そう、だから話してたんですよ、僕は知ってたって、ね、あのまさかミリオネアご存知ですか、あ、そうそう、だって私なんで伸びなかったんだろうね、話してます本当に全く伸びなかった、全然あれ伸びない、編集にね、あれだけ時間をかけてこだわってんのにね、いや、ずーっと伸びずに、うん、で、まあちょうど当時はその英語に特化しようみたいな、で数学に変えたりとか、まあ、あとは勉強入ってみたり、うん、あ、そうそうね、やってましたね、じゃあ僕が伸びたきっかけとかってご存知ですか、伸びたきっかけは医学部最高って言い出してからですやっぱ世の中医学部が強いみたいな言い出して炎上分かってこいなみたいなそれでグイーンってなんでしたっけまあ東大合格までの受験のリアル、まあ、ぜひそれこそ もちろんあの長いやつですね、あれちゃんと全部見てます、いや本当にありがとう、あれ一回も止めずに最後まで見ました、それで多分本当コラボしたみたいな、先にねフォローしてくれました、
ああそうですそうです。僕を見てたからみたいな、ホームさんどう思ったの。そうそうで言った時に、いやもう絶対もうパスラボは来るから。いやー確かに本当に言ってくださいました。このストーリーを真似ている教育系 YouTuber めっちゃ増えてますね。増えたんですよね。あのストーリー系のなんかストーリー出せば伸びるみたいなちょっと安直な考えなのかなと思うんですけど、あれでも準備2ヶ月ぐらいかかって、すごい量でしたね、喋る量が。そうです、全部テロップも書き起こしをして、うん、そう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 、もうこれだーっつって投げ てしたらパンって、あれでミリオネみたいになったらどうしたいやもうでもそれだったら解散してる。解散いや結構口喧嘩になりましたね。結構契約よ、本当にこのまま開催するんじゃないかと思います。やばいみたいな。あのストーリー動画もともとは自己紹介を出すタイミングが結構難しいじゃないですか。読み取り大先生に言われてたのは、はい、自己紹介を最初に出すのは違う、はい、自己紹介ですってお前誰やねん、うん、なるほどね、ある程度固まってきて自己紹介を出す、うんうんうん、そうで、じゃあ自己紹介の出し方としても、ただ自己紹介って言ったら勉強法みたいな形で、はい、こういう勉強法があります3つです、うん、1点目はこれですみたいな感じのってどうなんだろう、うん、なるほど。で結構それも撮ったんですよ、はいはいはい、撮って編集投げてもなんか普通だなという。あ、で結構僕は、まあ、そこで、まあ、それこそクマタンが一言言ってくれた、はい、なんて言ってくれたっけ、やっぱありのままで喋った方がいいんじゃないかっていう、この神の声、お前ありのままじゃねえあれよりも作品の良さが分かってめちゃめちゃいいツッコミ、びっくりしました、そんな言葉が出てくるとは思わなかったああいう動画はやっぱ原稿作っちゃダメだなって。そう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 、なるほどなるほど。でも本当あれもある程度頭の中で構成を決めてたんですけど、もうあれだって朝の4時とかですよ。朝4時、てかもともとずっと撮ってて朝の10時ぐらいから夜中の23時までぶっ通して通ったんだよ。はい、でもうこれはいけたって思って、まあ、弥生県でご飯食べて、はい、寝るじゃないですか。寝るじゃないですか、弥生県でご飯食べてるか、寝てますけど、寝る時に全然寝れなくて、いやなんかあれをもっとああしたらいいんじゃないかなって思って寝れなくて、結局寝ずに朝4時からまた撮影して、そうなんですよ。ご飯おかわりしてよかったそうだよね。いやけど本当にそれでちょうど朝10時からまた別の用事があったんで、朝4時から朝9時半ぐらいギリギリまで撮ってあれだったんですよ。そうだったんですね。いやだから本当にあれが伸びてなかったら今のパスラボない、あなかったかもしれないと。そうですね、今頃は医者になってたかもしれないですね。そうだね、そうですね、本当にだから医者になるっていう選択肢をやっぱ捨ててはないですけど、うん、そこを諦めてやっぱ教育をやりたいっていうのはどうしてもずっともう大学入学した時からあったので、うんうん、そこは本当にまあすごい選択だな。まあ、ただやっぱ選択を取った分、僕って自分一人じゃないという、はいはいはい、メンバーももちろん抱えてます。やっぱ当時その妻子もいるし、妻子もいるし。妻子は間違え結婚はしなかったじゃん。作ったけど結婚しなかった。今医学部でそういうね、医学部ってそういうことじゃない。やめてください。それやめてください。東大医学部もそういういろいろありましたけどね。僕はやっぱ聞きたかったの、逆に森哲さんって今のパスラボをどう思ってるのかっていう、どうしたいのかっていうのはあると思う。だってネタだって無限にあるわけじゃないじゃないですか、うん、そうですね、勉強法だって1月の勉強法、2月の勉強法、3月の勉強法、4月の勉強法とかあって1年経ったら1月の勉強法2回目そうなんですよね。ちょっとこう武田塾とかキャスト大使とかもそうですけど、うん、どうすんのかなって思います。ゲストをいっぱい呼べるからいくらでも、うんうん、できるけど、パスラボそういうチャンネルじゃないから。そうなんですよね。でそこは本当にやっぱ考えて、もちろん勉強法だけで攻めるとかそういうわけではなくて、うん、あくまでやっぱ YouTube っていうのは僕としてはいろんな実験をしたいんですよね。ああ、元気先生みたいに。はい、そういうエクスペリメントじゃなくて、はい、エクスペリメントそこは大丈夫自信持って医学部お願いだからいやっていうよりは本当になんか反応を見るのやっぱすごい好きと。ああ、なるほど。なんか僕としては授業で勝負するっていうのって、それはやっぱ予備校の先生とかあるじゃないですか。で僕としてはもちろん授業っていうのもいいんですけれども、やっぱ何か一つでも一つの問題から感動を届けるのもそうですし、やっぱ僕のことを知ってくれた人がチームを今作りたいなと。ああ、おうおう、そうです。今ってそれこそ多分授業動画って今後絶対伸びてくるじゃないですか。はいはい、まあ、ただゆびさんももちろんそうですし、マスターサップとかいろいろあって、多分どん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 授業っていうのがもうそういう集約化されてくると思うんですよね。そんな中で一番大事なのってやっぱり生徒ともっと密に関わるというか。密？今の時期やめてください。もう今はね、そうなんです、関わるというか、やっぱもっと
管理じゃないですか、ね、もともそういう環境をやっぱり作りたいな。僕自身もそう言って言ってますかね。ただ指がこうやっていくら普及しても、うん、学校や塾の役割はなくならないって言ってますからね、うん、管理するっていうのは必要であるって言ってますから、ね、まあいろいろ結構やりたいことはあるんですけど、一つやっぱり僕自身そのドラゴン桜っていう漫画を見て地方の高校生でも東大行けるんだって思ったんで、うん、そういうなんか本当にもっと地方の子と結構がっつり、例えば直接とか今行けないですけど、がっつりっていろいろちゃんとなんか教えて、もっともっとなんかそういう地方からでも、あ、可能性あるんだみたいなのを届けるみたいなのが結構僕は裏の使命。裏の使命なんて表にしないですね。正直今の話僕らも知りませんでした。あんま言って聞いたことがない。めちゃめちゃ悩んでるんですよ。なるほど。だから難しいですよ、だから授業動画をやるっていうか、うん、そこだけだと、あ、もちろん、そしたら今のなんかこういうことやりたいんだだけでもちょっとなんかただのトークやろうみたいな。なるほどなるほど。いやじゃあまあ今後ねどうなっていくのかを期待してですね、ぜひパスラボ、あ、概要欄に貼ってありますきっと僕もパスラボのチャンネル出てると思うんで、あ、はい、そう、言えないことばっかり喋っててカットになってないことをお願いしますということで、はい、今回はパスラボの皆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。アズには気をつけろすごい